こんにちは。 NJD ニュースの時間です。今日はスタジオに特別ゲスト和尚さんに来ていただいております。和尚さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ニュースです。最近忍者界では新しい忍術が広がっているそうです。カメラはその現場を捉えました。あ、すいません、 NJD ニュースですけど、少し時間いいですか？ああ、別にいいけど。最近忍者界で新しい忍術が流行っている噂を聞いたのですが、それって何でしょうか？聞きたい？そうだな。あ、じゃあ今から俺が隠れるから、それを見つけることができたらヒントをやるよ。じゃあ目をつむって3秒数えて。いくよ。忍法隠れ身の術。1、2、3。ここですよね。おお、お前よくわかったな。この俺の隠れ身の術を見破るとは大したもんだ。はあ、そうだ、ヒントだったな。今度キッズプラザで行われる忍者イベントに行けばその謎がわかるぜ。あ、ちょっと貸して。あ、ちょっと世間世間あわ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 。シルバーウィークにキッズプラザで行われる忍者イベントで秘密がわかるようですね。和尚さん、忍者たちはどんな新しい忍術を行っているんでしょうか？そうですね、まあ現場に行けばわかることなのですが、私が書いたこの巻物最新刊、忍者令和ドローンの巻にはですね。それでは今日はここまで。お疲れ様です。屋根から屋根へ子もなくひらーり、猫よりも軽く。ジャッカ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 忍者。ジャッカ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 忍者。ジャッカ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 忍者。